ミゲル・フランシスは、モントセラト出身で、イギリス国籍の陸上競技選手。専門は短距離走の200メートルで、自己ベストは19秒88のアンティグアバーブーダ、記録保持者。1995年3月28日に、モントセラトに生まれたが、同年の火山噴火の影響により、家族でアンティグアバーブーダに移り住んだ。陸上競技は12歳の時に開始。 2012年には、モントセラと代表として、カリフタゲームズ男子400メートルに出場した。2015年6月28日のアンティグアバーブーダ選手権男子200メートルで19秒76をマーク。5月の K マン招待でマークした自己ベストを大幅に上回り、さらにアンティグアバーブーダ記録をも大幅に上回る、世界歴代14位に相当する好タイムだったが、 大会が行われた安子スポーツコンプレックスは国際陸上競技連盟未公認の競技場のため記録は公認されなかった。2015年7月のパンアメリカン競技大会男子200メートルでは23日の予選で追い風参考記録ながら自己ベストを上回る20秒21をマークすると準決勝で20秒05のアンティグアバーブーダ新記録を樹立。 メダル獲得が期待された翌日の決勝はタイムを落とし大会前の自己ベストは上回ったものの20秒20で6位に終わった2015年8月の北京世界選手権男子200メートルではシニア世界大会初出場ながらセミファイナリストになったしかし26日の準決勝は 全体7位のタイムとなる20秒14をマークしたものの着順で通過できる2着までに入れずタイムでも拾われず決勝進出を逃した29日の男子400メートルリレーではアンカーを務め予選は38秒01のアンティグラバーブーダ新記録を樹立して通過したものの決勝では38秒61とタイムを落とし6位に終わった 2016年6月11日のレーサーズグランプリ男子200メートルで19秒88のアンティグアバーブーダ新記録を樹立。自身が昨年マークした従来の記録を0秒17更新し19秒台に突入した。2016年7月10日のアンティグアバーブーダ選手権男子200メートルでは19秒67をマーク。これは 世界歴代9位に相当するタイムだったが、昨年同様に記録は公認されなかった。2016年8月のリオデジャネイロオリンピック男子200メートルのメダル候補として大会を迎えたが、それほど深刻ではなかったもののハムストリングスに問題を抱えていたため、今後のことを考え予選を棄権した。両親が2014年からイギリスに住んでいることや、 アンティグラバー・ブーダ選手権が開催される競技場が国際陸上競技連盟未公認という環境面の不満などを理由にイギリスに国籍を変更した国際陸上競技連盟はアフリカ選手の国籍変更が相次いでいたことなどから2017年2月に国籍変更の凍結を決めたがフランシスは2016年8月に 変更の手続きをしていたため大丈夫だった。2017年3月30日からイギリス代表として大会に出場することが可能になっている。2017年4月15日のユーテッククラシック男子200メートルではロンドン世界選手権の参加標準記録を破る20秒44で優勝を飾ったが、7月の英国選手権には出場しなかった。 兄のクアメギャロウェイも200メートルが専門の元陸上競技選手。1997年アテネ世界選手権。1999年前橋世界室内選手権。1999年セビリア世界選手権にモントセラと代表として出場した実績を持つ。現在はフランシスのマネージャーを務める。記録欄のうちの数字は風速で、プラスは追い風を意味する。 備考欄の記録は当時のものありがとうございます。